れはドラコの部品。また来ればいいよね。みんな、大丈夫なの？
カーリー、ステイ。お仲間とお別れしてきたら？待っていてあげるから。待つ？何を？ストックにはネブレイドの習慣がない。だから死ぬと思い出とかいうやつになるしかないんでしょ？その思い出は話せば話すほど増えるんだよね。そう。いいネブレイドはどうやらその思い出の量と関係あるらしいの。半端野郎、ロスコル。ほら急いで、あいつはもうすぐ死ぬわよ。ロスコルか。違う、見えないの。ああ、真っ暗闇だ。それで、あいつうまく逃げたが。知らない。女がいても男がいなくちゃな。あいつなら適任だ。俺と違って未だに未来を信じてやがる。たく、すごいやつだぜ。おつむが空っぽ？すごいってことでしょ？わけわかんねえぞ。相棒をよろしくな。フォボス。ほら、あっちもよ。最後の話し相手が君とはな。若いクローン娘と何を話せばいいのやら。北極グマ。そうだったな。どこまで話した？北極グマが目を覚ました。ああ、最後の一頭、氷の宮殿の王。北極グマは私の弾丸で地上から姿を消した。動植物を絶滅に追いやるのは多くの場合人間だ。しかし私ほど生々しくそれを理解している人間はいない。ともあれ情報は手に入った。それを後世に残すことが我々の義務だった。データとしての動物、データとしての植物、曖昧な記憶ではなく厳然たる記録として。ノアプロジェクトは拡大していき、情報は蓄積された。何者にも代え難い大切な記録だ。ところがその記録をエイリアンどもは喰らい溜め込んでしまう。どうやら奴らは情報を食って生きながらえているらしい。ノアプロジェクトのアーカイブも奴らに奪われたままになっている。それを取り返し守り続けてほしい。この星に生きた命の記録、大地に、海に、空に、確かに存在した美しい者たちの記録を永遠に。どうやって取り戻すの？マリオン市長。市長。私が除隊してダダリオネクストの契約士官になったのは
微笑むシングラブのポスター、あれを見たからだ。契約したら彼女に会えるかもしれない。愚かにも本気で期待した。シングラブ、ついに会えた。君を見ながら死ねるのは悪くない。私はクローンよ。市長、どこですか？フォボスを落とせよ。みんなどこにいる？ロスカル。いや、君か。みんな死んじゃったよ。そうか。実は俺も死にそうなんだ。終わった？ねえ兄さん、ナフェって私たちからあれを横取りするだけじゃなくて、きっとそれよ、総督の楽しみを横取りするつもり。もちろんそんなことはさせない。総督怒ったら見境がないから、私たちもただでは済まないわよ。時間をあげたんだから、ナフェじゃなくて私たちに従ってちょうだいよ。ロスカル。いや、大丈夫？わからない。でもなんだか、はいだ、はい、いい気分ってこと。仲間が全滅したってのに変だよな。え？ってことは俺が人類最後の男？そうみたい。そうだ、無線の女はいない。参ったな。ほんと参った。とにかく探さなくちゃ。あ、ハゲタカメ、食おう。って落ち着こう。食べれば生きてるって実感が湧くし、ピンチを切り抜ける明暗も出てくるってもんだ。じゃあ食べれば。うん、それにしてもなんだろうな、この感じ。絶対絶命だったのに負ける気がしない。君と一緒だからってだけじゃない、心の底から力が湧いてくるんだ。きっと人間は困難に立ち向かうように作られているんだよな。なんだ？ナフェが来た。うん、そうだね。急がないと横取りされちゃう。おとなしく従って。ロスカルを殺したくせに。私たちじゃない、仲間の敵は私の敵だ。私たちじゃないってば。もう敵しかいないんだ。まったく分からずにね。スネーク、はっ、スネーク、
そろそろ行くわよ。フィジカルリペア。計画、総督には言わないから。別に言ってもいいよ。ナフェ、
そうか、これなんだ。私はちゃんと人間なんだ。どこへ行けばいいの？マリオン市長、応答せよ。ロスカル、シャオミ、アレクセイ、ボブ、ハッサン、クリス、テオ、アルベルト、どこへ行けばいいの？誰か教えて。人間じゃない方がよかった。君の記憶やはやがて変質し、運動能力の奉仕者となってしまう。いつか私のことも忘れてしまうだろう。でもこれだけは伝えておきたい。君は不完全なクローンだ。しかしその不完全さが君の強さになる。私はそう信じている。人間はみんな死んだ。グレイが残った。いや、ホワイトなのかもしれない。ナナ、ナナグレイ。そうよ、
どこにいたの？逃げていたわ。助けは求めたけど、来るのは敵か味方か分からなかった。人間だからって味方とは限らないもの。みんな味方だった。ナナに会いたがっていた。ナナ、どこ？そんなに取り乱さなくてもいいんじゃない？だって…実はね、君には大勢の姉さんたちがいる。忘れてしまう前に会えるといいんだが。ナナは私の姉さんなの？さあ…でも、そう考えた方が分かりやすいかもね。こっち、来る？一緒に行こうか。どこへ？ママと話せる場所。クローンにもママがいるの？私たちは人工子宮で過ごしたから。あ、そう、正確に言うとママではなくてオリジナルかしら。シングラブ。うん。会えるの？それはわからない。でも会いたいわね。私はずっと一人で生きてきた。これからもそうだと思っていたし、それでいいと思っていた。でも、いろいろなものが消えていくの。頭の中にある思い出が、記憶が消えていく。そしたら、怖くなった。だから、使うまいと思っていた無線機を、使ってしまった。待って！シングラブなんてバカバカしい名前だろ。実は当時流行っていた歌のタイトルなんだ。それに名前以外にも謎の多い人だったよ。彼女がどこから来たのか誰も知らないし、何よりあの驚くべき知識、まるで未来から来た人間のようだった。疑問はいろいろあったけど、私は結局何も聞けなかった。彼女の美しさには力があったんだ。特に時々見せるあの微笑み、そう、あれは魔法だね。科学者がこんなこと言っちゃいけないね。さあ、ステラ、もう寝る時間だよ。どうしたの？私の名前はステラなのかも。よかったわね。ギブソン博士は大勢のグレイを作った。私もその中の一人。グレイの意味は、成功でも失敗でも、どちらでもないってことよ。7はただの数字。どこかの国の数え方で、7番目という意味。私が勝手に名乗っているだけ。博士は私に、名前なんてつけてくれなかった。私はあなたみたいに、愛されたことなんて一度もない。ごめんね。あなたが悪いわけじゃない。って言ってほしい？ダメよ。許さないわ。ほら、来なさい。
あなたボロボロね。そうかな。戻って着替えてきなさい。私が使っていた服と装備があるわ。うん、待ってるから。いいんじゃない。それじゃあ行きましょう。もう行けそう。あなたもいつかいろんなことを忘れてしまうのよ。博士との思い出も、自分のなさえも。それでもいい。そうなったら私たちは対等ね。そうは思わない？あなたがグレーだろうとホワイトだろうと関係ない。ホワイト？完全体よ。私は違うと思う。なぜ？私は不完全なクローンなんだって。